Good air ドコン。来たなおっちゃん、待ってたよ。おいちゃん、おいちゃん、ちょっと企画考えてくれたけどさ、あれどうなの？ジャッキーチェンの歌。なんでジャッキーチェンの歌を歌えっていう、そんな。お前がジャッキーチェンにちょっと似てるから。ざっくりした企画は何なんだ。じゃあもうジャッキーチェン似てたのは若い頃だろ。もうこの年になったらチェン似てないと思う。あれ似て、あのほらあの時似てるやん。チェンです。なんとかキッド、あベストキッドの最後らへんのなんかやつ、うん、の時の最後の辺がどこあるんだけどさ、うんうん、時ですか。ジャッキーチェンにはちょっと似てるヒゲズラとかジャッキーチェンと俺会ったのってもう15歳だよ。だってその前にも会ったことがあるんですって説明せんでいくの。ああ、会ったことはあります。オーストラリアでね。オーストラリアのキャンベラってところに。あ、言っていいのかな？でも、教えてくれたもんね。キャンベラに当時、ジャッキー・チェンのお父さんが住んでたんで。で、なんかちょこっと英語で喋って。あとはもうあれだよ。僕はホームステイ先行ってた、その他の女の子たちとジャッキーはすごい楽しくお話して、俺は写真撮っただけっていう。でジャッキーから言われたの？ジャッキーが僕に似てるって言われた。それだけ覚えてます。それだけ。そんなエピソード込みであの企画考えたの？ジャッキーチェンの歌歌え。ホン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 だろ？いやそれじゃなくてあれプロジェクト A だって今のじゃないっけ？違う違う、あれはポリスステイ。ボン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 。今歌ったよ。もうこれでいいだろう。あと一個なんだっけ考えた企画。ああ、わら人形を作れだっけ。わら人形。じゃあもうそれはさ、じゃあありかなと思って作ろうと思ったんだよ。で調べれば調べるほど、わら人形の効果はこんなにすごいんですよっていう解説のチャンネルがたくさんあって、まあ、動画もそうだし、ブログとかね紹介ページがいっぱいあるんですよ。あ、通販であんだね今ね。通販で売ってんのもあんだね。そうなんだよ。ちょっとさ、せっかくイグサの産地なんだよ。イグサで作る。あ、イグサでわら人形ね。違うって。だからちょっとずつ小笑ってきたよ。ちょっとずつわら人形ガチじゃんみたいな。なんかわら人形ってあの縛る場所でこっから上が頭ですとか、自分に帰ってくるってことあるじゃん。ああ、そうですね、帰ってくるんだよ。そうだから、ふざけて自分の髪の毛入れてわら人形作ろうかなとか思ってたんだけど、怖い。あ、そう、無理。じゃあダメだ。そうなんです。だからもう今んとこね、ちょっと1個はもう今やりましたし、ホームラン企画。ホームラン企画、うん、おお、面白そうじゃないですか。バッティングセンターで、おう、バッティングセンターで、うん、ホームラン何本出したら出すまで帰れないっていう。そうだ、僕はそういうその運動神経に優れた男だと思われてるってこと？いや思ってないから。お前だってさ、そう言ってさ、じゃあカメラ回さなきゃいけないんだよ。それどうせなんか置いときいいじゃんとか言うんだろ。お前撮る気も何もねえんだろ。置いときゃいいんだよ。お前いいんだよ、置いとけばいいんだよ。ひたすらバッティングをやるわけで俺が。そうそう、それ面白い。もうほんと適当。今やってる企画よりいいんじゃないですか。あ、もう一個あるね。はいはい、あのデアボックスを八代市内で10個探してる。面白い。あ、それいいっすね。八代市内で電話ボックス探す。今ないでしょ。ない、うん、そこ観光名所でしょ。電話ボックスは観光名所に。昔外交の方にあったんですよ。あ、公衆電話ダメなの？電話ボックス。いやいや、ボックスボックス。え、公衆電話と電話ボックスはその違う感じですか？電話ボックスっていうのは箱の、まあ、あの箱か。そうそうそう。ああ、俺は一つ知ってる。あれ NTT の前だろ。いや違う、町の。え、違うの、うん、俺が言ってるの内向。
いやいや、そう、あ、内向ですか。内向にあるんですよ。あ、うちはあの海がね、外向と内向ってあるんですよね。うん、外向で3つじゃん。外で3つじゃん、外向にもあるんですよ。あと7個。と7個、あの皆さんにぜひあのここにありますよ。なるほどね。あ、じゃあ電話ボックスが見つかるまで歩いて痩せて。あ、まあ、歩いてもいいしね。まあ、歩き多分無理でしょう。いやいや、やりますよ。やってみせますよ。あ、電話ボックス10個見つけるまで、ね、こう現実問題さ、死ぬほど探してもなかったらどうしたらいい。浮島で行っていいです。氷川まで行っていい。ちょっとずつ隣の島まで行っていいになる。そうそうそう、あの南か北かを選んで、うん、東行ったら山だし、西行ったらもう天草になる。なるね。いやでもなんか山側に行ったらなんか残ってるとこあるような気は。登れる。いや登らねえだろ。だって数がないって。電話ボックスか。じゃあちょっとあの募集をしてさ、ここにありますっていう。おう、あのどこに電話ボックス発見しましたと。で、あれあるで、あるっていう情報が来た時点で行きますね。この人が時間ある。熊本県八代市で電話ボックスがある場所をご存知の方は教えてください。で、1軒ずつこう行って、1本動画撮って、はい、発見しましたと。10本撮れる。すごい。まあまあ、素晴らしい。でしょ？あとね、もうやればできるじゃないですか。いや、俺、正直にあれやろうかなと思ったの。コインランドリーってさ、暇じゃない？コインランドリーに行ってさ、待ってる間って暇じゃない？俺待たない。あ、お前待たないの？もうどっか行っちゃう人？その間に買い物したり。あー、クソだ。俺だからほら、雨の日しか行かないからさ、コインランドリー、うん、コインランドリーで Wi-Fi があるところがうちの町にあるんだろうかっていうのを検証しに行こうかなと、うん、ちょっと思ってた。それ面白いか。お前電話ボックス面白いか。 いやでも正直悪いけど電話ボックス役立つ？立たない。 Wi-Fi はさ、災害時間 Wi-Fi もさ、あの、 あそこだったら Wi-Fi があるから、うん、ドラマでも見ながら待てるわってなるじゃん。災害があった時って電話ってやったら電話ボックスなんだよ。テレフォンカードと思ってた。ちなみに、いやいや持ってないんだけど嫁が持ってるらしいんだよね。テレフォンカードあれば換金できるぜ。え、換金できる？あ、換金っていうか、残りの度数をお金に変えてくれるってこと？使用済みじゃない。あ、新品ね。うん、さあ売ればまあまあまあ。多少お金なんじゃないですか。昔いとこの姉ちゃんがさ、ね、お年玉代わりにテレオンカードくれたことあって、うん、マジ死ねようって思った。最低だろ。なんでテレカなんだよって思ったことあるけど、まああのなんか結果的にお金がなくて一回出かけて、うん、電車代なくて死にそうになった時に。それに救われたことあるよね。俺がずっと言ってるトイレの神様って企画は、いやだからさパチンコに行く金がないんだよ。オードリーフトが言ってるトイレの神様企画はトイレ掃除をしてから今日ちょっとやったんだけど、ちょうどね今水見出したからトイレ入んなくて、ね、便器にキスできるぐらいの掃除。トイレにキスできるぐらい便器を掃除して、うん、でパチンコとか行ったら必ず勝てるというね説を。勝てるんじゃないのかなっていう。勝てたらいいねっていう。じゃあだから要はもうお前の適当さすごいな。俺が言いたいで本当にトイレの神様いるの？いますよ。それジョイやってみて。いやトイレの神様がさ、うん、いるとするじゃん、うん、これよく間違うんだけど、うん、神様の力が強ければ、うん、ギャンブルに勝てるとか宝くじが当たるとか言うじゃないですか、うん、トイレの神様がいたにしても、うん、その神様の心が清ければ清いほど、うん、おいパチンコなんか行くなって意味で、うん、わざと負けさせてくれると思う、ね、いや違う、お前の状況させてくれる。本当に困ってる。でも今月あと18万支払い足んなくてさ、うん、でしょ、どうしようってなってるんだけど、まあ、ただ日頃の行いね。日頃の行いいいですよ。もういいですか、もう遅いですよ。怒鳴り切れて暴れて。逮捕はもうされないでしょ、この年で。逮捕されて、捕まんのは嫌だな、さすがにな。まあじゃあ、そういうわけで、じゃあ今回は電話ボックス企画。お前が言ったんだよ、ふざけんなよ。電話ボックスでなんか、ちょっとやそれぞれ、やっぱ絵を。ああ昔、ほら、アスカ。アスカ、うん、始まりはいつもあるんですよ。
おー、あのプロモーションビデオあれアスカがさ、あー、あのシャブ中のねシャブ中のね、うん、あの人なんかそれを思い出したね。 今電話ボックスってないっていうか使い方みんな知ってるんですか。知ってる。電話ボックスお金入れて電話かけるだけじゃないですか。電話かけねえで電話ボックスから、うん、自分の携帯に。じゃあ誰でもいいよ。だけそれ面白いの。10人別に古い友達とかでさ、ごめん今俺電話ボックスかけるでしょ。なるほどなるほど。電話ボックス発見してもう全然連絡取ってない人に電話をかけるさ、相手は公衆電話って出てくるわけ。そうそう本当に出るの。出るよ出るよ。だって何回かかかってきたことある。あ、そうなの。通知で公衆電話って出るから、でもね、災害時役に立つんですよ。災害時役に立ちます。わかんない。現実災害の時さ、連絡取れないってなったらさ、電話も通じなかったじゃん、熊本地震の時。そうそう。で結果的にどうしたかって言ったら、あれですよ、 LINE とかさ、 Facebook のあのオーディオの方が繋がったもんね。なんかいろいろ頑張ってくれたね。頑張って。俺一番辛かったのがさ、借金の返済、地震で大変でしょうから2ヶ月間猶予しますみたいなの来たよね。ありがとうございますと。2ヶ月後にまさか3ヶ月分いっぺんに払えって言われるとは思わなかったよね。何猶予って。今すぐ払わなくていいけど後からまとめてなっていうのはちょっと思わないじゃない。あれはビビった。まあまあ利子も多分安くなってたんだろうけどね、あれは。うわ、じゃあちょっともう新しい企画会議ということで、これでいいんですか。これ流しますよ。これでこれ出しますからね、僕は。この動画それでいいの。いや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 、もうぜひご覧になった方、苦情をよろしくお願いします。大園ディレクター、もうちょっとやる気を出せと。ひとまず俺やる気なんかないよ。お前勝手にディレクターと呼んでるだけの話だろ。お前手伝えよ、ちょっと。お前が好きでやってることを俺はねえじゃん。俺2時間に1本とかなんで言い出したんだろうっていうぐらい大変な思いをしてんだから。自分でやりましょう。大体、いや俺はかわいそうだなと思って。うん。ね、ありがとうございます、ね。ありがとうございます。やり始めたディレクターに。あった。もうじゃあお前の髪の毛でわら人形を作らせてくれ。やめろ、それ。さすまジャパン TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。ゼウス、シャネです。二人合わせてシャネウス、よろしくお願いします。高島の YouTuber、さすまジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、さすまジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日までチャンネル登録、鹿児島の、魅力や観光地などお伝えできればなと思っております。明日はい。これより長いっちゃう。いや、冬の花火っていうのもいいもんですね。ちょ、サンダ。おお、揺らしすぎでしょ。クソが、サンダもドラえもんだよ。ドラえもん何そのキャラ。何そのキャラ。Thank you for your listening. GoodAir.com。Stay tuned。 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。GoodAir.com Your listening station is GoodAir.com. You can enjoy music and talk.
We are waiting the message from you. Please send us mail. ASAMETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.